第十九回東京国際音楽コンクール式オンライン記者会見を始めさせていただきます皆様こんにちは組織委員長の伊藤でございます一言ご挨拶を申し上げます本日はご多忙の中リモートという形ではございますけれどもたくさんの記者関係者の皆様にご参加をいただき心より御礼を申し上げます私ども民主音楽協会は 会員の皆様の三助金に支えられ1967年以来3年ごとに一度も欠かすことなく東京国際音楽コンクール式を開催をしてまいりましたおかげさまで明年2021年は19回目を迎えることになりました現在世界的な新型コロナウイルスの蔓延によりさまざまな講演やコンクールも 延期中止など混乱が続いておりますが民音としては明年のコンクールにつきましては実施の方向で考えておりますのでよろしくお願いをいたします対抗につきましてはょうど実行委員長よりお伝えをさせていただきます私からはまず審査委員長の交代をお伝えをいたします本コンクールの第2回目の入賞者でもあります 長年にわたり実行委員審査委員として本コンクールの発展にご尽力をいただいてまいりました指揮者の小高忠明先生に第4代の審査委員長にご就任いただきましたので発表をさせていただきます小高先生には皆様よくご存知のとおり指揮者としての国際的なご活躍はもちろんのこと近年は 多忙な指揮者活動の合間を縫うように教育者としても後進の育成に尽力をされ多くの優秀な指揮者を育ててこられました前回2018年の第18回コンクールでは初めて第1位から3位までを日本人指揮者が独占をするという結果になりましたが当時の審査員のロシアのラザレフ氏は この結果は当然なものでありかつてロシアがそうであったように現在の日本には質の高い識者を育てる環境が構築をされているという趣旨のコメントを残してくれました私どもはこの優秀な日本人識者の規制という点においても小田賀先生は極めて重要な功績を残していただいていると実感をしておりその点も含め今回の審査委員長に ご就任いただいたことは大変に喜ばしいことであると思っておりますおた高先生には後ほどご挨拶をお願いをしたいと思いますなお第一回目のコンクールより審査員につかれ1997年の十一回目より八度にわたり審査委員長を務めていただいた今回ご優待となる富山雄三先生にはこの場をお借りいたしまして 心よりの感謝を申し上げたいいと思います。このコンクールが現在のように国際コンクールとして発展を遂げましたことは富山先生のご功績を抜きにして語ることはできません改めましてコンクールの発展へのご尽力に心より御礼を申し上げたいと思います今後も富山先生には引き続き 組織委員会委員としてご助言を賜ることとなっておりますこの新しい体制で臨みますアジアを代表する党コンクールにさらなるご期待をいただきたいと思いますわせまして前回2018年の第1位となりました沖沢のどかさんは皆様にさま様々ご支援をいただき嬉しいことに 翌年19年のブザンソンの国際指揮者コンクールでも優勝をすることができました。国際的にも大きな注目を集めるところとなり、ヨーロッパを拠点に活動を開始されております。さらに昨日お伺いしたところでは、今週からベルリンフィルハーモニー歓迎楽団の主席指揮者でありますキレル・ペトレンク氏のアシスタントに抜擢されたとのことで、 ままますすす活躍の場を広げられ嬉しいい限りでございます現在音楽業界は全世界的に大変に厳しい状況が続き苦しく我慢の時を強いられておりますがこうした時だからこそ多くの若き優秀な才能にご応募いただき第19回目となる指揮者コンクールを大成功させてまいりたいと 願っておりますそして音楽の素晴らしさを社会に伝え音楽に関係するすべての皆様に希望を届けられるよう努力してまいる所存でございます皆様のご支援とご協力を何卒よろしくお願いを申し上げます以上でございます私の方からは第十九回の本コンクールの 主な対抗につききまましててご紹介をさせていただきます日程会場第1次予選2021年9月27日28日演奏東京フィルハーモニー交響楽団第2次予選9月29日30日演奏東京フィルハーモニー交響楽団本戦10月3日演奏新日本フィルハーモニー交響楽団 会場は全日程東京オペラシティコンサートホールでございます次に体制です参加規定に記載されているアルファベット順にて紹介させていただきます組織委員会委員長伊藤和人一般財団法人民主音楽協会代表理事が務めます委員に小澤誠二先生富山雄三先生です 続きまして実行委員会委委員員長は私村田が務めます委員に、指揮者の広上淳一先生、オーケストラ連盟常務理事の桑原博さん、数多くのオーケストラ運営に携わられ、現在、静岡交響楽団専務理事の宮沢俊夫さん、指揮者の小高忠明先生、 民音よりコンクール事務局長の多田,田武指揮者の高関健先生となります続きまして審査委員会です委員長に尾高忠明先生イギリスより指揮者で英国法律音楽院の指揮家の責任者であるシャーン・エドワーズさん初参加ですイスラエルより指揮者のダン・エッティンガーさん 初参加です広上純一先生指揮者の井上道義先生2006年の第14回以来の4回目の参加となりますフィンランドより指揮者のオッコカムさん初参加となりますオーストリアより元ウィンフィルコンサートマスターのライナーキュッヒルさん2回目の参加です ドイツより指揮者のジュンメルクルさん初参加です。高関健先生以上となります。次に書類映像による選考の申し込み受付期間です。明年二千二十一年の二月一日から二千二十一年の五月六日までとなります。前回に引き続きインターネットでの申し込みフォームを 受付期間になりましたら、開設いたしますので、ご利用いただければと思います。また、入賞者による、レビューコンサートにつきまして。今回は、コンクール翌年の、二千二十二年七月に。n. H. K. 公共楽団に、ご担当いただくことが、決定しております。また、同じく、二千二十二年四月に、ハンガリーの。 リスト音楽院ホールにおきまして、歌ベスト交響楽団の演奏による入賞コンサートを開催いたします。その他、申し込みの方法の詳細や課題曲等の情報は、別途、参加規定をご参照いただければと思います。また、コロナウイルス感染防止対策につきましても、オーケストラ、運営、参加者、お客様、 それぞれの局面において徹底した対策を取り望んでまいります以上何卒よろしくお願いを申し上げますご紹介いただきました小高忠明です、えー、今でも思い出します僕が18歳東方学園で学んでた頃に斉藤秀雄先生が 今度は民主音楽協会が指揮者コンクールを始めるぞもう本当に井上道義と僕と大喜びして、うん、そしてそれが現実のものになって先輩の手塚さんとか小泉さんが第1回で第2回目を僕受けましたけど小泉さんが1位で僕が2位でそして井上道義さんとか小林健一郎さんとかみんなさんが受けた第2回今でもよく覚えています。でそれがもう18回になったのか 二十歳の頃受け,た受けようって言った時にですけどまあてうんでしょう審査委員長っていうのは斉藤秀夫先生でしたからも雲の上の存在ですでその斉藤先生がわずか3回ぐらいなさった後、えー、お亡くなりになって朝比奈孝先生朝比奈孝先生っていうのも日本の巨巨中の巨匠ですそして朝比奈先生からある時「おい帝国ホテルに来い」と食事ご,ご馳そうしてくれる 喜んでいきました,ただ大した食事じゃなくルームサービスでしたけど <laughs> その時に先生がおっしゃったの君もそろそろ人のために何かしなさい」っておっしゃってそれは何ですかって審査員をしなさいそれから僕はこの審査員をやらせていただいてそして途中から富山先生富山先生っていうのは僕の大先輩ですといいますのはその N 教の最初の意識研究員が岩城宏之さんで富山雄三先生 ですですから3人のいわゆる前任の審査委員長っていうのは僕にとって雲の上の存在だったので自分のとこにこう審査委員長っていうお話を伺った時もとんでもないと僕なんかじゃ無理だということを思いましたでもその時皆さんが後押ししてくださったのとよくよく調べてみたら斉藤先生は65の時。 富山先生も65の時朝比奈先生は67の時に審査委員長になられています。僕はもう72なのでい、えー、いいのかなと思いました。で現実にお受けすることになってそして広上さんとかそれから高崎さんといろんな案を練ってでいい、あのー、課題曲もできたと思っております。でその上に、 審査員いろんな方がこれは国際コンクールですから外国からもお呼びするわけですと僕が本当に素晴らしいと思っている上に皆さん日本美意気でいらっしゃる方が今度集まっていらっしゃるダン・エッティンガーさんはもう東京フィルを散々振りになってワグナーでも素晴らしい演奏をしてますしもうなんて言うですおっこうかむさんはその」はそれほどの関係がないと日本にすごいファンがあるし僕にとってやっぱり「からやんコンクール第1位のおっこうかむさんが来てくださるっていうのも。 もうこれ以上の、ね、喜びはないですそしてまあジュン・メルクルさんあもう皆さんご存知のようにねあの日本語もお分かりになるというそういう方たちをお呼びしたのとさっきお話した高関さん、えー、広上さんという日本のもう重鎮ですとあの方たちが助けてくだす。で僕としてはあれですね嬉しいのはやっぱりライナー・キュッヒェルさん。 もう何度も共演してます。英雄の障害もやったし、いろんな曲やってて、N. Q. でも随分ご一緒してます。で、彼がやっぱり前回審査した時に、とてもいい意見をおっしゃってくださったので。今回本当審査員の方は素晴らしい方が揃ってくださったなと思ってます。まあ、この後コロナがどうなるかまだわかりませんけど、そういうことがうまく収まった場合には。 これが第19回、本当にすごい、えー、コンクールになるべく、僕も審査委員長として頑張ろうと思っております。よろしくお願いいたします。